OK。どうもトトです。今回の声コードは、なんかね、今、Twitter で話題になっている、端末がヌルヌルになって、発射率がめちゃくちゃ上がるっていうね、魔改造設定というものがあるらしいんですよ。まあ、今回はそちらのね、魔改造設定、僕もやってみて、本当に効果があるのか、検証していきたいなと思います。でね、今回の高評価目標は、444でお願いします。はい、ってことで、早速やっていきましょうか。まず、設定開いて、アクセシビリティですね。アクセシビリティ開いていただいて、タッチを押す。タッチ。これだね。で、アシスティブタッチ押す。オフ。押す、オフ。オフ。ってことは、まあ、つけないってことだよね。オフにして。で、次に、マウスキーの入力感度マックス。こうかな。で、軌跡の感度もマックス。で、対流コントロールオン。はいはいはい。フォールバックアクションオフ。これがオフ。オフね。はいはい。で、下の数字を 0.25 にする。0.25。これでいいかな。あ、待って待って。ちょっと間違えてるわ。最高速度。マウスキーの最高速度。これね、真ん中っぽいわ。真ん中でいいらしい。で、主キーボードを使用。これもオフだね。で、いいみたい。ちゃんとね、画像もあって、わかりやすいっすね。はい。たったこれでね、魔改造設定にできたみたいです。でね、有料版っていうのもあるらしくて、プラス2000円で、またさらにね、その魔改造のさらに魔改造、超絶魔改造設定っていうのがあるらしくて、もしね、そちら気になる方は、動画概要欄のリンクから飛んでね、ゴロゴロレイゴンさんに、有料版の魔改造設定教えてくださいってね、リップとか、DM とかしてみてください。はい、ってことで、じゃあまあ実際やっていきますか、これで。とりあえず射撃場で試してみるか。ちょっとよくわかんなかったんで、M4 の同じ指切りした時の枠ブレの違いをね、検証してみたんですけど、どうやらね、M4 の枠ブレだけ考えたら、普通の設定の方がいいかもしれないですね。魔改造設定の時だと、1回だけ枠ブレ多かったんで、まあ、でも、正直ね、枠ブレなんて、どうでもいいしな。一番大事なのは、発射レートだと思います。発射レートが一番大事だと思う。だからね、枠ブレが起きてるからといって発射レートが落ちてるってわけじゃないんで、そこはね、全くの別物だと思うんですけど、発射レートどうなんだろうな。ちょっと待ってね。発射レートも見てみるね。はい、じゃあ発射レート見ていくか。ちょっとね、わかりにくいんですけど、まあ、お互い一発目はね、こうですね。魔改造の方が30発から始まってて、普通の方が23発から始まってるからちょっとわかりにくいんだけど、まあ、1フレームずつ見ていきましょう。まず、魔改造一発、普通もまあ一発よね。で、次が、ほら。まあ、ここも一緒ですね。同じ。ちょっと待って、ちっちゃいか。でかくしよう。で、次も同じだね。同じタイミングで弾出てるね。あ、待って。え待って待って待って。次行くよ。4発目か。4発目が、普通の方が早いな。発射レート。あれあれ待って待って待って。19、1、2、2フレーム後か。2フレーム後に魔改造の方が弾出てんのか。で、3発目も出て、どういうことだ魔改造の方がちょっと遅れてるな、発射レート。嘘なわけ。ちょっと待って、もう一回見ろ。もう一回最初から見ろ。嘘。まあ、最初一緒よね。一発目お互い出てるね。で、次。2発目も一緒だよね。で、3発目が、3発目も一緒なんだよね。一緒だね。で、4発目。問題は。4発目、普通の方が、早いな。4発目、普通の方が早い。で、魔改造が出て、で、5発目も、普通の方がね、早い。で、魔改造出て、で、6発目。6発目が、6発目がどうなんだ？6発目がお！6発目魔改造の方が早い。すごいな。なんだこれ。6発目魔改造の方が早くて、普通の方が遅い。なんだこれ。ここで揃うのか。で、ここで一緒だね。7発目揃った。7発目で揃って、あ、終わりだ。7発目で揃って終わりだ。へえ、ちょっとわけわかんないな。結局ね、発射レート自体は一緒だわ。途中までは普通の方が発射レートが高いんだけど、最後の最後で魔改造が追い上げてきてるんだよ。ただね、銃声ちょっと違うんだよな。銃声がね、違うんすよ。出るスピードが。銃声は、普通の方がね、早いんすよね。いや、本当に1フレームの差ぐらいなんだけど、1、2フレームの差ぐらいなんだけど。ただ、ここだな。ここ。指切りした後にまた指切りし直すところ。そうなってくると魔改造の方が早いんだよね。だから指切りするんだったら魔改造の方がいいんじゃないのっていう話かもな。もしかしたら。これ指切りと指切りの間なんだけどさ、ここの間隔、ここ。指切りと指切りの間の間隔だと、魔改造の方がね、発射率高いんですよ。多分。高い。発射率高いってわけじゃないけど、音声早く出てるから、初段は魔改造だとちょっと銃声遅れるんだけど、でもその指切りした後、指切りって考えたら、魔改造の方が結局打ちやすいよっていう話かもしれない。つまり、一発指切りだったらもう魔改造の方がいいんじゃないかな。まあ、初段だけちょっと打ちづらいっていうのは考慮した上で、その2発目、3発目って考えると、魔改造の方がいいんじゃねって思いますね、僕は。まあ、ちょっとよくわかんないな、でも。いや、でもどうなんだろうな。ちょっとわかんないですけども。まあ、とりあえず通常マッチ行ってみますか。さあ、ってことでやっていこうか。どれだけ効果があるか。気になりますね。有料版じゃないと、結構効果分かりにくかったりするのかもしれないけどね。よっしゃ、行くぞ。いるぞ、これ。上だな。オッケー、ナイス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 。さあ、M4 来た。ナイス。もうこれ、つまり、魔改造 M4 ってことよね。要は。これ負けるわけないでしょ。勝っちゃうよ、さらっと。さあ、どこにいるんだい？出てきなさい。あ、いる！何やってんだ？なんかいた。待って、いる。近い。オッケー！ナイス！でも確かに、待って、いる。急速上がってる気がするぞ。なんか、エイムが、さらっと合う感じですか？ちょっとなんとも言えないんですが、あ、多分ね、これ、非常に分かりにくいんだとは思う、効果。分かりにくいとは思うんだけど、効果あるやつかもしんない。2人？めっちゃいるじゃん。これ上臭くね？え、いない。どこ？あと1人どっかにいるんだよな。これ、芋ってるぞ。あ、ちょっと。あ、いた。してやるか。来いよ。こっちはな、魔改造 M4 なんだよ。あ、これ上。隣行ったな。ちょこまか動きやがって。さらに隣行った。来た！はい、オッケー！ナイス！あの、近距離戦めっちゃ軽い気がする。これさ、ちょっと2000円気になるわ。ちょっとお願いしよっかな。待って、なんかいる。おい、勝手に人の物資漁るなよ。ダメだろ、それは。犯罪です。許しません。死刑です。いや、でもどうなんだろう、この魔改造設定。正直わかんねえ。どっちなんだろう。あ、いる。これやり合ってんな、多分。3回だと。危な。待って、裏にいる。さあ、シャオン。え、めっちゃ来るじゃん。裏来てる。あぶら。オッケー。めちゃくちゃやってるぞ。これ魔改造設定のおかげなんじゃないの？さあ、来てるね。ジャンプしてる。はい、オッケー！ナイス！これやっぱ設定のおかげなんじゃない？わかんねえ。シャオン。めっちゃ来るじゃん。でもなんか、エイム安定してる気がするような、しないような。元からこんなにエイム良かったっけ、俺。わかんないっすね。難しいな、この検証動画。過去一難しいわ。あ、いる！さあ、中距離。やっていきましょう。いた。下から抜いちゃうよ。下から抜いちゃうよ。焦る。はい、オッケー！ナイス！いや、でもね、やっぱ安定してる気がするわ。心なしか。あんまりわかんないんですけど、心なしかでも安定してる気がする。てかまあ、この設定は多分やって損はない。100% 損ないから、まあ、ちょっと、理論的なものはわかんないけど、一応やっといた方がいいかもしれない。できればね、理論的なものも欲しいですよね。こういう魔改造設定にしたら、これがこうなって、こうなるんですよ、みたいな。そういった理論的な説明があれば確かに信じられるんですけど、ちょっとね、そういったものがないんで、なんとも言えないんだけども、まあ、実際やってみて、損するものではないから、念のためやっとくか程度でいいと思います。お、なんかいる。あさってんな、プッシュ。めっちゃ当ててる。オッケー、ナイス。 M4 もやっぱり思ったよりも無反動にしやすいか。あ、3回やっている。よし、やっていこう。いくよ。めっちゃ当ててる。やりきりたいな、これ。さあ、近距離戦やっていこうか。魔改造 M4 の近距離見せちゃうよ。やばい、頑張った。よっしゃい、オッケー、ナイス。魔改造が負けるわけないだろと言い聞かせております。いやー、でもねー、わかんねー。あ、走ってる走ってる、いるね。そうやっていこうか。あれボットだな。待って、ボットじゃない、プレイヤーじゃん。普通にプレイヤーだった。しかも新武器持ってんじゃん。いかついって、やめてー、怖すぎる。さすがにそれはいかついって。アンチ来てる。さあ、カートで移動してる。チャンス。はい、オッケー、ナイス。さあ、残り8人。まず魔改造っていうのがかっこいいよな。あ、いる。あの敵やりてー。車残ってるもんな。絶対車乗るっしょ。あ、行った行った行った。車のとこ行った。試合行くぞ。いやー、もったいない。さあ、打ち返してくるか。来いよ、打ってこいよ。新武器だったらマジ怖いけど、とりあえず車だけパクっちゃおっかな。よっしゃ、行くぜ。さあ、16。ほい。はい、オッケー、ナイス。軽いね、やっぱり。軽い気はする。軽い気はする。そんな気はする。もしかしたら、なんかゴミ端末とかでやった方が変わるのかもしれない。iPad Pro だと。オッケー、ナイスー。正直どんな設定しても軽いっちゃ軽いからな。iPad Air とかさ、iPad 無印とかだったらまたね、違うかもしれないね。60フレームしか出ない端末だったらもっと効果感じるかもしれないね。さあ、銃声入った。向こういるな。やり合ってる。あの木裏にいるぞ。さあ、どこ行った？さあ、シャオン。じゃあ行くぞ、魔改造 M4 で。ほら。当ててるよ。はい、オッケー、ナイス。さあ、ラスト1人。あ、待って、乗ってる。乗ってるぞ。あれ、絶対乗ってる。え、乗ってないの？乗ってるように見えたんだけど。気のせいかな。安全地帯が縮小しています。絶対乗ってるって。やっぱ乗ってるよね。そうだよね。ほら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 。よし、やるか。さあ、ラスト1対1。魔改造 M4 でやっちゃいます。はい。ほら、魔改造 M4!